はようございます。おはようございます。香川に行ってきたんですよね。行きました。たくさんといろんな園に回って、香川の方でいろいろ行かれたということで、動画でこれ紹介されたんですかね。そうですね、出てたね。これがことぶきですかね。ことぶき。これことぶき。で、事前に Q さんが動画撮ったのを見ていて、千住姫いいねって言ってたんですよね。千住丸っていうのは割と今、黒松で有名で、でその中で千住姫っていうのがあるよっていう発祥のね、また短いやつといったら、なんとここに、そうそう、これが千住姫。千住姫姫もう姫ってだけで反応しちゃいます、ね、確かに。でこちらは、あの神田誠さんっていう盆栽師の方、神田誠さんですね、はい、プレゼントしてもらいました。なるほど、すごい、ありがとうございます。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 でそれをお二人に一個ずつプレゼントするので、なんか作ってほしいなっていうことです。はい、基本はあれですよね、いや、こうついてあるってことですよね。そうですね、これへんがね、これだけ見えないですかね。これはどこなんでしょうね、うん、確かにね、これだけ、うん、針金傷ですね。ね、じゃあ、まあ、特徴としては千住丸同様、目数が多い。目数、うん、すごいですよ、この目数がね、うん、すごいですよね。あ、ちょっとどう処理していいかわかんないです、うん、僕は。八つぶさ系ということなんでしょうから、うん、端もね、短いということなんでしょうね。すごいですよね、これ。千住丸より細いですよね。細いですかね。ああ、なるほど。だから商品にするならこっちの方がいいんじゃないかって思ったり。はい、そうですね。ただまあここがね、ついであるんで、ここで元で曲げようとするとポキッといく可能性があるんで、はい、そんな畳み込むような作りっていうよりは普通の模様着でね、いいんじゃないかなというふうに思いますね。さあ、じゃあ、三沢さん好きなやつ。いや、ちょっとどうぞ。まあ、じゃあこれこれまっすぐ伸ばして、終わりですね。でも曲をね、ちょっとクキュッとつけたらいい感じになる、ね、になりますかね。でも、目数が多いから文人が合うのかっていう、うん、そうですね。これは難しいな。どれも面白いですね。これなんか曲ついてるしね。これもってもう小さくできるんじゃないですか、これで。こう、ね、取っちゃえばね、切っちゃうだけで、はい、これもまあできちゃうし、この辺は少し曲がつけられる。ただまだ切んない方が、いや、うん、今日は ね、まだよくわからないんで、少し勉強してから切ってた方がいいと思いますね。そうかもしれないですね、うん、これ、うん、それ作りやすいかなと思いますね。じゃあ私これにします、はい、模様着、はい、いいですか、値上がりの、はい、Q さん先選ばなくていいんですか。いや、僕は問題で余ってるいいですか、はい、はい、じゃあ作りやすそうなやつをこれしましょうか。はい、はい、じゃあこれとこれを2つ作りましたということで、ちょっと離れますか。はい、じゃあ離れますどうしますかね、まずだから、そうですね、ちょっと教えていただきたいって感じですね。まだね、あんまりこう枝を剪定剪定っていうよりは、少しもういらない、あれだけ落としますか、確実いらないというところだけ。なるほど。いらないなんですか、目ですかね。目ですか。こういうやつとか、あところにあると、はい、そうですね、はい、ですから確実にいらないのは、あの懐の目ですよね。これなんかもまあ、ここに枝があると、はい、ここに目が同じところから出てるんで、こういうのを取っとく。あ、そこはもういらない。うん、ここはいいと思いますね。ですから、あと懐が結構ね、こういうのが、はいはいはい、はい、まあね、もうそこは両方、ここ2つありますよね。だから片方、内側のところは取っちゃっていいかなっていう、うん、あくまでも整理で、目はできるだけ、まだ整数がよくわからないので、うん、取っといた方がいいと思いますので、はい、ここら辺もそうですね。ここら辺もいっぱい出てますね。いっぱいありますね。ここもこういう曲があるこのところなんで、ここら辺をちょっと取りますね。いわゆる分かれ目のところの掃除みたいな。股の掃除ですね。股の掃除ですね。そうでした。股の掃除。はあ、だいぶ綺麗に。やっぱ見えますよね。そうですね。で、こういうのはちょっと取っと残しておきましょうか。あ、こういうのっていうのは、あ、枝の途中で出てるやつで、将来またこれ太って、もしかしたらここ落としちゃうかもしれない。はい、短く作る。これが、うん、目になるかもしれないんで。なぜ、またのところも。またのところ。余計なやつ。余計なやつを取りましょうか。そうですね。じゃあ、またの余計なのをちょっと抜いていきたいと思います。もちゃもちゃしたやつ。もちゃもちゃしたやつ。わかりました。これ大丈夫ですか、これ。使えますか、これ。ダメ、なんだ。大丈夫かな。ちなみに、千住丸も育てたことないですけど、え、べっきりってするんですか。あー、でもこれはあれじゃないですかね、端を短いからする必要ないですよね。ないんじゃないですかね。目数はそもそも多いし、多いし端を短いし、
まあそういう意味じゃ目切りいらず、目切りいらずですよね、かもしれないですね。目かきは山ほどしなきゃいけない。目かきは山ほど大変ですね、これどこがまたかね、ちょっと憧れの千住姫ですよ、ようやく、ね、姫に会えたって感じで。そうですね、なんか変な風に聞こえる、なんか変に聞こえる北木にありそうな名前で、大丈夫ですか、これ千住姫とかね、ありそうですよね。ありそうです ね, ね。これは目がないのでいっちゃいますね、ここね。あ、はい、先端に目がない、先端に目がないんで、ちょっとこれも長めに切っておきますね。だいぶスッキリとはしてきたと思いますね。すごい、ほんと目吹きがいいですね、これね。すごいですね。藤島さん終わりですか。いや、どこ落としていいかちょっとわかんないです。先端はやんない感じですかね。二股とかにするのはまだ別に早いですよね。うん、まだね、だからちょっとね、少し勉強してからと思うんで。でも結局ついでるから黒松ですよね、下はね。うん、上も黒ですよね。まあ上も黒ですけど。黒ですよね。基本的に一緒でいいんじゃないですかね。基本的に黒松でいいのか。うん。で多分肥料も好んでたくさんあげてね、うん、どんどん太るんでしょうからね。太りやすいんだと思いますね。あ、でもなんとなくスッキリした感じがします。だいぶ蛭間さんね、綺麗になってますね。なってますかね。ここら辺がね、少しどれか抜きたいんですけど。とりあえず残しておきます、うん、ここも2つありますけど、勘抜きとか言ってないでとりあえず残しておいて、本当、明らかにいらない目だけ取ってる、ね、そうですね、明らかにいらない目ですね、はい、だからこれだけ葉っぱがね、少ない中で目がね、開くんだろうなって、多分こんだけでも丈夫な目なんでね、うん、いくと思うんですけど、あとやり方は分かんないですけど、例えばこういうので真ん中目を抜いとくとかね、かいとくとか、はいはい、そういうことを逆にやるかどうかですよね。春でね、目浮きが一斉にバーッと開きますから、うん、そうするとこの枝元が多分太っちゃうんで、うんうん、こういう真ん中の目をこう描いて、はい、描いておく、目描きですね。ちょっと角が出てでも袋みたいだから一本だけビューンって伸びたりするんですか、ね、うん、かもしれないですね。そういうのがやってもいいのかもしれない。そう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 、やってもいいし、逆にそれを伸ばして太らせてるっていうのがあるかもしれない。そういう考えもありますよね。だからこれなんかまさしく、もしかしたらこれ枝全体これがずーっと伸ばしてって、うん、太らして犠牲団にして この目で作っていくとかね、そういう可能性は十分ありますよね。こんだけ目吹きがよければ、うん、つまり、ね、ちっちゃいのが作れるってことですね。ちっちゃいの作れる、そうですね、ちっちゃいのが作れる、まあ、作りやすい気だと思いますね。設定は大体、いや、ちょっとやっぱりそのこの辺取っちゃっていいんですかね。あ、でも上の方は少し残しておいた方がいいですよ ね。でもいいんじゃないですか ね。これだけ取れますか。あの股の下から出てる、あ、はいはい、ちょろちょろ、そうですね、これはじゃあ股の下から出てるちょろちょろっとして、はい、取ってみましたあ、でも、あ、綺麗になったんです ね。はいはい、はい、じゃあ針金をかけますか。はい、樹形はどちらも模様着、模様着にしてるね、ザ・黒松ですからね、ザ・黒松、うん、こういうのは難しいんですよね。途中からかけるかずっと刺してちょっとあの長くなりますけど、ちょっと先端斜めに切って、これがあってこの上を 1.5 倍ぐらいですね、はい、ここがずっと刺して、ここから上を 1.5 倍ぐらい、うん、ちょっと長めでもいいと思います。とりあえずしつけなんで、あんまり裏からとかなんとかが、ちょっと裏からにするか、一応そっち正面でなんとなく根を傷めないようにですね、これここに傷があるんで、ここ避けて、はい、針金傷を避けて、針金傷避けて、ちょっとピッチ短くなりますけど、うん、この下入るか、ちょっとこれだと3ミリが結構きついかもしれないですね、うん、いいよ、こんなにしとくか、 1.5 倍なんで、はい、この辺ですかね。そうですね、ちょっと長めでもいいです。あ、ちょっと待っちゃった、すいません、ありがとうございます、いただいて、叩いと、で少し斜めに切って、浸透流ですね。あ、そうなんですね、浸透流さんに教わったんですね、知らなかったです。そしたら、そうですね、そっちが正面だとすると、はい、裏から入りますからね、で、はい、ここに刺しました、はい、はいはい、で、巻いていきたいと思います、はいはい、ピッチは短めの方がより細かい曲がつけられるっていうことでいいでしょうか、はいはい、曲のところに当てたいですね。そうですね、背中のところですね、なんでここへ当てて、いいですね、これは蛭間さん、ここに、あ、いいんじゃないですか、そこら辺でここに当たるからね、はい、このままこっちですね、そこら辺でいいんじゃないですかね、
島さん力ありますね。いやいやいや、いや結構これ目がね多いから、うん、こう落としちゃいそうなんですよ。そうですね、でちょっと怖いっていうか。はい、三島さん腰がで針金傷をちょっと下げたわけですね。下げたんですね。はい。やっとこでやってみたい。そうですね。やっとこでやれば、やっとこさっとこ。やっとこさっとこ。とりあえずあのやっとこさこう巻いてますけど、はい、こんな感じで、はい、どうでしょう。海外に通じないギャグ。いやいやいや。あとはこの枝でいいと思うので、どうだろう、2ミリぐらい、あ、2ミリじゃないか、1.5、はい。ひろみさんはどの枝かけますか。下から順番にですね、ちょっとこれとこれって感じで、はい、はい、こんな感じかな、こんな感じで。これ左流れなんですかね。そっちでしょうね。あ、そっち、はい、左流れ、あ、右流れか、右流れですね。ってことは、一の枝が逆向きになってる、うん、まあ、いいんじゃないですか、ここちょこんとつけて、うん、あとこれをね、ギュッと落としてきたら面白いかもしれない。あと模様切って言いながらもね、変わった事件になりますけど、うん、対して三島さんは、はい、三島さんは、私はとりあえずこっち正面にして、うん、まあこれが差し枝、一の枝、そうですね、なんで、まあこれはグッと下げて、でこれもこれ裏枝かなので、後ろにこのように、はあはあ、こんな操作をちょっとまずはしてみたいと思います。二の枝と、まあ、この辺でもいいですし、うん、こっちでもいいので、なんか見えますね、まあ、もうね、あの、うん、模様着の形になってますから、まあ、あと枝伏せだけちょっとやってみたいなと思います。じゃあどうぞやりましょうか、はい、じゃあやります、はいはい、私も、はい、ありがとうございます。小さい木で古くなったら良くなりそうですよね。 いいでしょうね、千住姫、この千住姫が、ね、まあ本当に年をね重ねてどうなるか、姫じゃなくなっちゃう、おばちゃんそっちの方が熟女になっちゃう、熟女の魅力を、うん、若いよりね、まあ、熟女の方がいいわけですね。説得力がこう、盆栽はやっぱり年数ですよね、年数時代がね、説得力が出ますからね、はい、とりあえず 1.5 ミリを枝をどんどんかけていきます。はい、はい、流行らしたいですよね。ね、てかいいと思う。ね、ますよ、ね。いいですよね。多分僕見て、あ、これいいなと思って。うん、あ、私もそうそう。今さんも同じこと思った。そう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 。そう。千住丸じゃなくて姫の方がいいなって。こっちの方がいいじゃんって。うん、そう。でもあんまりね、一般的ではない。うん、だからこれからの女子なんじゃないですか。そうかもしれないですね。楽しみですね。ね、また盆栽級で紹介して流行ったらいいですよね。そうですよね。うん、香川の。あの高松元の里の通販あるじゃないですか、売ってるんじゃないかな、あ、多分、なるほど、この太みが出て葉鞘がこの短さで小さく作れたら、うん、いや本当にね、いい気になりそうですよね。もう昼間さん早い、さすが、いやいやいや、もうあんまりかけるところもないんで、曲げに入ります、そんなに強い曲はいらないんですけど、これをちょっと下げてみたらどうなるかなっていうのがあるんで、できるだけこう、ここだけこう曲げてみますね、はい、ここだけ注意ですね、だからこうグッと持って、うん、ここから先を曲げるっていう感じで、継いだ部分を保護して、うん、保護してですね、はい、きましたね、結構きましたね、下がりましたもんね、これね、はい、そしたらこれはもっとグッとやっぱり下ろしてみて、ここは長いので、少し曲をつけながら、ここら辺はちょこんと、うん、ここら辺ちょこんと作ればいいんで、この枝、幹隠しちゃってるんで、ちょっと外側に開きます、ここら辺に、うん、言うほど変わってます、うん、そうすると、いらない芽が少し出てきて、ここら辺がちょっといらなくなってきちゃったですね、うん、あの針金かけてからちょっと抜く、はい、で、この後上ですね、はい、ここら辺を少し曲げていくと、ここら辺を線にして、あ、そっち行くんですね、こっちへ、うん、で本当は最後こっち振んなきゃいけないんですけどね、そうですね、ちょっとやっとこう持ってきます、はい、三島さんは、はい、
針金中ですか。そうですね、今ちょっと針金かけて、うん、まあ今何も操作してないんで、ここからちょっと伏せてみたいと思います。なので持ってくる道具だいぶもう最初これでやるそうですごそうですね。ちょっとこれからどんなことが起こるか。いやここは上はね少しやっぱり畳まないといっても、はい、いやちょっとギュッと畳みたいな。やっぱりその道具が出てきたってことはもう、ええ、ただ最後こっちが違いですよね。おかわり針金が先端をここら辺ででもまた返したいんですよね、本当は。ちょっと幹の途中からかけちゃいましょうか、針金を。引っ掛けて。引っ掛けておいたらできるか。針金かける前にやっときゃよかったな。先生は臭いの中学生。そうですね。三島さんの方行きましょう。私はもうちょっと細かい針金も少しかけてみたんで、まあ、こっからじゃあちょっと形格好を、まあ、ちょっとやってみたいなと思います。長い一の枝を、ね、畳んで、まあ、なんとなく開いてみますか、うん、こうやってね寄せたいですね、幹にね、そうですね。でよりそのコンパクトな感じにしたいみたいなね。僕の方が早く終わっちゃうんですけど、昼間さんより。いや大丈夫ですよ。煽られてますよ。煽ってない。駒の先端を返した感じ。そうですね、先端ですね。だけど本当はねもうちょっと手前で返したいんですよね。そこですよね。この辺でね。ちょうどねそこで針金が終わっちゃってる。そうなんですよね。太いんだよなこれな。これはよくいらないって言われそうですよね。懐から出ちゃってるんですね。あ、こことカン抜きだから抜きますこれ。抜きます。はい。こんな感じ。私は昼間さん終わりました。もう煽るな。私は終わりました。どうでしょう、千住姫。煽りますね。模様着でちょっとコンパクトにキュッと凝縮してみました。なるほど。でこれがですね、まあ、あの年数を重ねて、うん、まあ、ちょっと太くて幹がこうね時代が乗ってきて、でも本当に模様着ですね。そうですね、ザ模様着って感じで、うん、すごくいい素材もらったなって感じで、本当に10年後楽しみ、うん、うん、本当にその姫から大人になって、うん、なんかね違う名前つけてみたいな。チャチャとか秀吉のあのね側室かなんかじゃね、チャチャ丸、チャチャ丸、ここの猫の名前、この猫の名前、そういう名前つけたくなるような、うん、なんか模様着になったんじゃないかなって思います。ですね、なのですごく楽しかったです。先生、はい、先生が遅れてるみたいな。ちょっともうちょっとだいぶあれですね。もうちょっとすごい道具使ってる。すごいやっぱり使っちゃう。すごい道具使ってる。もっと畳みたくなっちゃった。やっぱりここは病気が出ちゃいますね。ここで。でもフィルマさんの方が変化は大きいですね。ちょっと、うん、あ、そうですね。変化がね、そうですね。二の枝が差し枝みたいになってますもんね。そうですね。二の枝は差し枝で、これだけちょっと畳み込みの感じの枝の作り方というかね。そうですかね。面白いですね。なんか少しここがちょっと離れちゃってるんで、これを寄せただけなんですけど。寄せたいっていうだけなんで、すごいですね。もうちょっとつけたくなっちゃうんですよ。いいかな。いや、いいバランスです。うん、あのね、ちょっともうちょっとここがやっぱりまっすぐなんで、本当はねもっと潰したいぐらいなんですよ、ここ。ここね、なんだけど、ここはあんまりまっすぐで、ここだけ急にっていうのもおかしいんで、こんな感じでやってみました。なるほど。はい。ついだ部分。そうですね。本当はね、だけどここは曲げられないんで、でもやっぱり年数が経っても継いだ部分っていうのは、その基本的にはそうですね。
ていうじゃないですかね。丸焼けでくっついてるわけですもんね。芯ではくっつかないんで、そこに対してこうストレスはかけない。そうですね、うん、でもまあいいんじゃないですか。この辺またこれはここであの 根がねさーっと上がってる。そうですよね、そこも見せ所ですもんね、うん、なんでここら辺はそんなにまっすぐは気にならないんで、あとはどこをここら辺をね変化つけるかっていうところで、そうですね、いいんじゃないですかね。これだとね少し前に出したくなっちゃう。どんどんいじれちゃうんですよね。どんどんいじっちゃうんですよね。どうでしょう。いや、かっこいい。面白いですか。すごいです。はい。いや、かっこいいです。あの、伊沢さんの。ああ、でもいいじゃないですか。いいじゃないですか。いいじゃないですか。凝縮してコンパクトにしてみました。はいはい。ここがね、多分ボリューム出て。あ、そう、そういうイメージで。差し枝がね、はい、本当にそうです。これまた特徴的な差し枝がギュッて。なんかそういう風になればいいなっていう。本当に。模様着ですけど、ちょっとこう。少しこうね、うん、流れのある模様着だから、はい、そうかもしれません。面白いじゃないですかね。さすがですね。いや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 、新進気鋭の新進気鋭のいや怒られちゃう。買ってきて1回目のしつけっていうところですかね、うん、はい。でもいいですね、2つとも本当模様着って感じ、うんうんうん、いや本当ですよね。そうそうそう、うん、まあオーソドックスな、そうですね、模様着とちょっと変わった、はい、確かに、うん、これこういう1年で本当はこっちで、流れこっちで、ほぼ固定が差し入れたみたいな、はい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 、こっちの方が低い、枝低い方がいいのかな、開けた方がいいのか、どっちもあのね揃わない方がいいですね。あ、低いなら低い方がいいかもしれないですね。どっちがいいのかなとか、あ、はいはいはい、それで結構流れ決まったりもする。そうですね、こういう低くてちょっと寄せて、まあやっぱりこれが効いてるっていう風にね、増しなきゃいけないですからね。ここは遠慮気味にしないといけないんで、確かに、低くても、低くてもいいんですこれが、なんか流れこっちな感じします。そうそうそう、頭の向きとか、で上の方からこうドーンと落ちてくるようなそういうイメージでね、面白い。ちょっとまっすぐだと面白くないんですけど、かっこいいっすこれ。なんかただやっぱいじたくなっちゃう。さすが、終わりがないですよね。終わりがないんですよ。終わりがないんですよ。枯れるまで、ヒルマさんはね、枯れるまで、ほんとに。いや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 、常に良くしようね。いやいやいや、僕もだっていじってないですからね。さすがだな、こういうスタンスがやっぱり違うなっていうのは思いますね。いやいやいや、全然、はい、ということで、素晴らしい。とりあえずしつけをしてみたということですね、うん、はい、はい、ということで、ぜひ香川の方に行って、うん、お求めください。はい。お求め。お求めください。お求めください。はい。はい。千住姫でした。千住姫。ありがとうございます。ありがとうございます。良かったんでしょうか。はい。じゃあ皆さんもぜひ、レッツメイクアニューボンサイ、緑の芸術革命を起こしましょう。だんだん変わってくるんだよ。ちょっと芸術入れてみます。入れてみました。はい。ありがとうございます。どうでしょう。はい。ありがとうございました。盆栽Qストアで通販もやってます。詳しくは概要欄をご確認ください。